春風亭一蔵の寄せ飯。なんか YouTube で寄せ飯っていうのやってました。いいね。鳥の馬上賞です。せーの、一蔵の寄せ飯。冷ややっこの線香花火。ゴリア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 、取れないから。スラムよりこっちの方がゴリアがあるから。はい、ということでね、夢空間チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。一蔵の寄せ飯ということでね、今回は、浅草園芸ホール、浅草近辺の、ちょっと今撮影中なんでね、ちょっと撮影やってる、向こうでサンバ、サンバやってる。なんだよ。あれ奇遇だね、吉田さん。奇遇だな、貴様。ボートじゃない、これボートじゃないですよ。マグレボートじゃないですよ。マグレ行くぞ。いや、我々9月21日からの新進打ち3人で今回浅草バージョンはお送りしたいと思います。それでは、行くよ。せーの、スタートでーす。寄せ飯。今日1軒目行くところはちょっと思い出も込みでの、お蕎麦屋さんです。思い出もありきのお蕎麦屋さんね。私あんまりその前座の時は帰り飲んだりできなかったから、うん、仲悪かったもんね。そうそう、違うよ。もう全く誘いたくなかったもん。仲悪かったの。今もつまんねえけど、やめろ。あのその時もよりつまんなかったからね。よりつまんないとか言うか、クソつまんなかった。営業妨害。仲良く行こうぜ。今はでもだいぶマシになったよ。あ、そうそう、うん、あと旧大店がちょこちょこ出るようになった。こたつさん、こういうこともできるようになったんだっていう。10代目選挙ですからね、皆さん。でこっち8代目小園主ですから、大変なもんですよ。全然慣れないですね。あれ、初代一蔵です。この名前がね、おそらく大きくなるんじゃなかろうかと。それを目指してね、頑張っていこうと。寄せ飯。はい、ということで、やってないよ、到着です。こちらです。じゃじゃん。田原町の寿4丁目の交差点のすぐ近く、甲州屋さん、こちらでございます。じゃあ早速、はい、行ってみますか。行ってみましょう。エブリさん、エブリー選挙さん、行ってみますか。行きましょう。ジャンプしないの。ちょっと、親子こんにちは、よろしくお願いします。寄せ飯。甲州屋さん、中入ってきましたけど、はい、懐かしいでしょ。懐かしい。もう前座に戻った感じで、その早速注文したいと思いますけど、皆さんこう注目っていうのは、もちろんお蕎麦も美味しいんですけど、このお酒飲むにね、すごいつまみがね、めちゃめちゃたくさんあるんですよ。で、日本酒もこれだけ揃ってたりしてね。じゃあお姉様、注文してもよろしいですか。お願いします。この寄せ飯はね、お酒飲んでも大丈夫な番組ですからね。はい、とりあえず瓶ビールを、はい、朝日札幌の札幌を2本とカツ煮。カツ煮じゃないですか。焼きピーマン、そら豆、いいね、で冷やしムジナの大盛り。はい、あ、たぬきやっこをもらっておきましょうか。いいですね、たぬきたぬきでね。じゃあお願いします。たぬきたぬき、楽しいね。ムジナって何？あ、これムジナってね、あれなんですよ。タヌキとキツネの馬鹿試合、うん、同じ穴のムジナっていうことでね。馬鹿しとかいうところもあるし、不調でね。あ、いや悪いね。いい、大丈夫、社長。いや、一夜くんね。何よ。いや、君もね、だいぶ営業成績が上がってきた。ありがとうございます。まあまあやりたまえ。ね、君はあれだね、顔もいいからさ、あのどんどんね営業に回ってった方がいい。それに比べて草間が伸びないね。すいません。どうしたもんかね。私からの尺もね、草間君にはできないね。すいません。いつか社長の尺を受けられるように、これ何？何のお芝居？それでは、よろしゅうございますか。皆様方、
寄せ飯ご覧の皆様、並びにシャラクさんへの動画をご覧の皆様、乾杯。乾杯。悪魔的だ。うまっす。うまっす。終わった。一日ごちそうさま。いやいや、お疲れさま。寄せ飯。いや、俺はね、本当にこれ寄せ飯のね、この収録が好き。楽しいもん。これ見てる方にもね、あのちょっと他のね番宣になっちゃうんですけど、ボートレースラジオっていうの始まりましたからね。編集でこの辺にね出してくれると思いますけど、もう僕の枕をずっと30分聞くというような。ここ でも聞き手いないですか、兄さんの。いない。俺はずっと一人で喋って、今週のボートに関して30分ずっと俺が喋っただけ。カヌヤッコ、やった。夏の時期にはもうこんなに嬉しいものはないという。お通しでね、あの揚げそばがこう来るんですよ。これをね、ちょっとさらにトッピングな、ダブルトッピングね。これできる人はかなり強いよ。これでさらにまた歯ごたえが増しますから、やってみてください。やってください。そら豆が、そら豆ちゃんが腕上がりましたよ。腕上がった。この分かります、湯気が。これはね、こたつさん、岡岡、こたつさん、これね、ご利益あるから、こう何回かこうね、戦争にちゃう、何回かこう頭に浴びていただいて、ね、ちょっと今こっちも忙しいから。何してんの。これぐらいボケてないと全然喋ってねみたいになるのよ。なんの、ほんとね。みんなで一口目は一緒にね、一口目三人衆やりましょう。一口目三人衆ね、初めて。一口目三人衆、いただきます。じゃあ、いただきます。冷ややっこの線香花火だよ。この中でそば揚げたやつによって分かる分かるみたいな。さすがやっぱ違いますね。百面草芸人ですよね、はい、私は。うまっ。これやっぱ紅生姜最強説あるよね。このちょっと酸味がね、またね、いいですね。でそれにほら、ビールってすぐビールって、ビール、はい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 。夏だ、夏が来た、始まった。赤土の夏が来た。今もうこれ編集でありがとうサマーって出るから。そら豆も食べて、こたつ。いただきます。これそら豆って、皮取ります、こういう風に取ります。この人は違うんですよ、ゆうていちは違うんです。そら豆食べたから俺このままなんですよ。そのまま、うん、その皮もうまいやつだ、うん、明日の朝引っかかんない、大丈夫。全然、うん、2人で食べてる時にね、いやあいさ、皮も食べない方がいいんじゃないですか。いや皮もうまいんだよ。じゃあ剥いて一回食べてみてください。剥いて食べたら見た方がうまいっつったの。そんなことないよ俺。言ったんです。お前なんで自分で認めたのに剥いてないの。そうそう、なんでその突き通そうとするのか。お前だから完全包茎だ、それじゃ。違うわ。皮イコール包茎っていうか。皮そういうことでしょ。人が剥けないわけでしょ。剥かないからうまいぐらい。ちょっとコメント欄にちょっと。俺はそうだね、ちょっと溶いたいね、そら豆。ありがとうございます、はい、今日はすみません、ありがとうございます、はい、大将ですよ、大将、大将ですよ、はい、うわぁ、開けるところから、ゴリアク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 、スガモよりこっちの方がゴリアクあるから。スガモのトゲ抜き地蔵超えてっかんね、これ。謝んなさい、トゲ抜き地蔵。今、私もうカツにブームなんですよ。カツニブーム、とにかくカツニが何代目、8代目です。8代目小栄子です。、ね、じゃあ小田さん、はい、あのそのまんまちょっとあのこれであの思いっきり飲んでもらって、死んでしまうわ。いいっすか、いいっすか、かけて、かけていいっすか。さすがにあの寄せ飯で喉を潰すわけにはいかない。かけていいっすか。かけていいから飲むじゃないじゃん、かけていいっすか、もはや。はい、カツニが来て、さらに今お姉様がチラッと見せます。ムジーナ、出たたまらんで、これも抜群ですからね。どんなやってるどんなやってる。七味お好みね、はい、こちらもございます。ゆず七味もございますか。急に裸の大将みたいな。こちらもございますからね。ゆず七味もあるからね。ノー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 。お前人に対して七味かけるやつが終わってっからね。お前人に対して好みあんじゃん。さっき人に対してつゆかけようとしてたじゃないですか。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。海賊みたいな食い方してる。ほんとに食べてるか食べてないでしょうか。はい、はい、
我々一応ね落語家ですからね。でお姉さんも一応目つぶっていただいて、もう目つぶって私が本当にそばすすってるか否か、えちゃんと1番2番で、1番2番でいきます、はい、じゃあ目つぶります。いきますよ、うん、食べてるか食べてないか、はい1、はい、はい、あまだ目開けちゃダメよ、はい、1、はい、2、面白い。どっちかな。面白い。はいはい、目開けていい、はい、はい、どっちでしょう、1番か2番か。食べてる方を当てるの。食べてる方あ、これ演出も入ってるから、うん、そりゃそうでしょうよ。そうですね。俺あれはどっちだと思います。俺1だよ。1が食べてる。食べてる。あ、そうか。小田さん、じゃあ私は2。え、正解はこの動画を見て2人はチェックしてください。今教えてくんないの教えません。さあこれ見てください、これこれです。これがね、我々芸人でね来るとあるあるなんですけど、そば湯割りって始まるんですよ。であと2本飲んだら帰ろうって言って2本終わるじゃん。そしたらあともう1本だけ行こう、終わるじゃん。もう1本だけ行くか、で最後じゃ あ, あと2本だけ行こうって、ここに並ぶのよ。これは端から端まで行った時に最後積もったねやっと、でもうここまで並ばせないと帰れないみたいなルールなんで今度で最後みんなベロベロ。ところがどっこいベロベロになったとて駅がすぐそこだから、はいはい、もうすぐ帰れちゃう。で銀座線はね寝過ごしてもね大丈夫、渋谷でとりあえず起こしてもらえる。一夜さんの小田急線なんか新宿から乗ってどこまで行ったんだっけ。伊勢原。伊勢原です。気がついたら伊勢原。タクシー3万円案件になりますかね、それ、はい、ね、高速乗って3万円高速乗って3万円になっちゃうでそれに比べるとここでいくら飲んで下したって銀座線乗って寝過ごしたってたかだか渋谷よ。だから私はここを進めてんの。皆さんそろそろちょっと入れたい。すいません、すいません。ピーマン焼き来ても大丈夫です。すいません。ピーマンなんか焼いた方がいいに決まってますからね。ピーマンなんか絶対焼いた方がいいに決まってますから。うまっ、やっぱ飲みやすい。飲みやすい。いいでしょ。これは行くよ。これどんどん行っちゃうやつだ。積もるよ、これ。積もるでしょ。ちょっと、カツ、カツ、カツ。カツが冷める。カツが。カツが冷める。ですよ。ああ、うまい。いい顔する。お前 CM 来るよ。やっぱさ、顔面偏差値高いやつってうまいよね。でもちょっと胸元もはだけてきてさ、エブリージコも一回だけだぞ、今日乳首出していいの。一回だけ。YouTube 乳首禁止だからな。あのちゃんと気をつけろ。手頭さんも貼ってあるから、ね、さっきまで激アツだったのか。ちょっと時間置いて冷めたんだけど、芯から温まってくからね。あ、うん、でね、すっごいうまい。カップうまうまいよね。やっぱさ、新打ち昇進決まったりするとさ、毎日のように打ち合わせしたりね、3人でもうほぼ毎日話しててね、まあ、正直今日迎えるまでも長くやっていた漫才師のような感じになってて一言も口聞いてなかったんですよ今日会うまでね。今カツに食った時になんかまた2人と仲良くしようって俺思ったよ。どんなカツになるの。カツに食って今俺反省したよ。カツに食って反省したよ。全然かかってないよ。もうかかってない。何の着陸した今。なんだっけ、なんとかでなんとかってあるじゃん。俺落語の中でカツに食ってじゃなくて、ほら。はいはいはい、ありますね。なんだっけ、なんだっけ、ちばちゃん。誰も答えが出ない。なんだっけ。寄せ飯。うわ、おしっこ漏らした。一個、一個だよ。これ切ってないの。一個丸々一個。おー、引いてるわ。そばが多い、引いてるじゃないですか。うまい、うまい。あ、ピーマンうまい。でもあ、いいね。お前ピーマン、ピーマン言うなよ。なんかエロいから、なんかお前が言うとなんかむっつりスケベっぽくなるんだ。あんたが10回言わしたんだよ、さっき。だから、お前ね、キレが悪いのよ。何が。ちょ、一回言ってみ、ピーマンって。ピーマン。あー、エロい。あー、もうよ。じゃあ、一夜さん、ちょっと言ってみ。ピーマン。オッケー。最高。あ、ヤンさんはピーマン。
どれがどう違うの？全然違う。お前だけなんかちょっと下ネタっぽく聞こえる。なんでよ。じゃあもう一回言ってみ。ピーマン。ああ。ちょっと一夜に言ってみて。ピーマン。マンピ。もういい。寄せてんじゃねえか。寄せ飯だから。寄せ飯。あら。ニュースエブリーが絶対使えないくだりだからこんな。いや、攻めてるから多分使うと。なんで絶対にただ聞いたら面白いもんこれ。ただ聞いたらね。ただ聞いたら。いやー楽しいね。今日も楽しいね。今日大丈夫ですかこれ。大丈夫なんですかね。寄せ飯。さあそんな中レモンサワーが運ばれてきましたが、レモンサワーの飲み方ってここあるでしょ。あの私の場合はね、あのこうやってこう絞ったりする人いるでしょ。私の場合違うんです。あ、テキーラの飲み方。あ、テキーラのです。いやそんな強くないですから、ね、すんごい違うか。これ多分ね本物のレモン。そんな強くないレモン入れなさい。これじゃあ本物のレモン。置いてなさい。すんげー酸っぱいもん今。大将これ本物のレモンでしょこれ。当たり前だよ。そうだよね。ほらやっぱそうだもん。そうですじゃないですよ。こたつさん今だから芸道志願で米出しとかしてんの？いやいやいや、そりゃしてない、してない。いやしてたじゃん、旅行くまで。それ1ヶ月ぐらい米食わなかった。それはあの芸道志願じゃなくて、うん、あのすごい2人がその今真打ちになるに向けて、もう見る聞くたびに見るたびに、もう講座が一皮どんどん向けてるのが、それから聞いてても俺向いてないよ。お前なんで下ネタ下ネタを行きたがんの。俺向いてないけど、皮そら豆なんなんだこいつらは。言わなきゃよかった。寄せ飯。私が正直もう前座の頃からね、お姉様いますよ、ずっとね。長瀬の月。ねえ、ありがとう。田原町の駅の近くですしね。この看板娘を見に、ぜひとも甲子園に足を運んでください。本日はごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。1、はい、1、はい、2、でもどう、うまかったでしょ。うまかった。あのうまかったでしょ、うん、音的に言うと。あ、音的に。でも完全にそのちゃんと裏の裏を書こうとしてるっていう感じ。あ、じゃあ臭かった。いや、臭かったっていうか、あの食べた後にもごもご喋ってる感じとか。ああ、それはわざとやったところもある、うん、寄せ飯。9月21日鈴本演芸場を皮切りに、新宿末広亭、浅草演芸ホール、そして池袋演芸場、国立演芸場と、9月の21日から11月の10日まで我々3人で精一杯務めていきますんで。大初日が一蔵です。あ、そうです、はい、9月21日は私です。ぜひとも一日でも多くたくさんご来場よろしくお願いします。お願いします。